イーペル包囲戦は、仏乱戦争中の1678年3月18日から3月25日にかけて行われた、フランス王国によるイーペルの包囲。1677年10月、イングランド王チャールズ2世の命で、王位継承権を有するメアリン・スチュアートが、オラニエコー・ウィレム3世と結婚、1674年まで戦争状態にあったイングランド王国と、 ネーデルラント連邦共和国の和解を象徴した。フランス王ルイ十四世はイングランドがオランダ側で再参戦することを防ぐべく、スペイン領ネーデルラントへの侵攻を決定した。オランダ軍はナミュールへの攻撃を予想したが、ルイ十四世は3月9日にヘントを落とすと西に転身してイーペルへ進撃した。3月18日、セバスティアン・ル・プレストルド・ヴォーバン率いるフランス軍は、 城塞に向けて、残豪を掘り始めた。スペインの中流軍を率いた、フランシスコ・デパルドは、イーペルの周りを浸水させることを命じた。しかし、フランス軍が深く進軍しすぎたため効果がなかった。フランス軍は高校系の大砲22門と、旧砲12門で砲撃した。一週間後、残酷掘りが進んだこともあり、ルイ十四世は三月十四から十五日に、 かけての夜に攻撃することを命じた。イーペルの町はたちまち占領され、夜明けには降伏した。城塞の守備軍2200も1日後に降伏した。4月、ボーバンはイーペルの防御工事の修復と近代内化を進めた。この時の防御工事は現代まで残った。ユミエール公がイーペルの総督に任命された。チャールズ2世は20個連隊を徴収して、オーステンデへ輸送したが、 フランスへの戦線には躊躇した。一方、仏蘭間の交渉が進み、8月10日には内面編の和訳が締結された。ありがとうございます。